おはようございまーす。ティネット申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。積雪。めっちゃ雪積もってる。どっかにイエティでもんのか？おとといと今日でね、ものすごい積雪量を観測しました。こちら。はい。私は雪だるまを作って遊んでいました。いやもうね、おじさんもね、童心に帰りたくなるんですよ、時々ね。でもさ、こんなに雪降ってるとね、買い物の行くタイミングとかがさね、難しくって、あ、これ昨日のうちに行っときゃよかったかなっていう後悔もあるんだけど、まあ、今日行くか。徒歩で。徒歩歩。徒歩だけにね。うわ、寒。今回使っていきたいモンスターは、はぐれメタル、メタルスライム、ゴールデントーテムです。何の冗談だい？HP がなさすぎないかい？あ、相性はある。ダメだ。ちょ待って。もっと低くできる、これ。今回の課題は、HP を極限まで、究極に、私機のように低くするです。今回チーム組みの時点で穴が発覚してしまったんですけど、この3体相性合っちゃいますね。草原馬ダンジョンのチームを失恋しておりました。なので377というね、結構高めの HP となっております。これは以前ね、動画でも紹介した究極のパーティーみたいなのあったじゃないですか。それのリテイク版となります。あの時は DLC がなかった。正直言うと。DLC がなかったことにより、500ぐらいかな500ぐらいの HP になっちゃったんだよね。わーい !320! さあ、頑張ってくれんのか？頑張ってくれんのか、お前らもしかして。377HP で頑張ってくれんのかい？ 74! くそやばい、パーフェクトガードの前に無力だぞ、こいつら。この1ターンで終わるんじゃねえか、もはや。そうだよね。この1ターンで終わっちゃいそうな気がするんだけど。大丈夫かな？え？え？サミナリギ大丈夫かな？おお！HP の3割が削られた。あ、デインは大丈夫、デインは大丈夫。デインは大丈夫、デインは大丈夫。ちなみにまだ低くできることが発覚してしまったので、これでは面白くありませんね。もっと低くできます、これ、ジダンとチーム上。いやいや、もっと低くできるっていうのも恐ろしいなぁ。あの時は、大目玉、メタルスライム、はぐれメタル、ギズモだったかな？で、マスターダブルスキャンのカードも、ちょっとまだ揃ってなかった。なんか今回はそれが全部噛み合ってるんで、HP がね、いくつになるんだろうね。200のパーティーなんじゃないかな。控えめに言って、HP が200ぐらいのパーティーになると思うんですけど。なんだか勝っちゃいそうだな。すげえな。勝っちゃいそうだぞ。え、嘘？こんなんさ、CPU 戦でもこれ買ったらさ、ミラクルみたいなもんだ、あるけどな。大丈夫かな？このターン耐えればワンチャンあるよ。このターン耐えればワンチャンありますね、まあ。おお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 大丈夫か？大丈夫なのか？おにぎさあ、おおいうわー企画が成立しないわ、ダボンの。いや、無理でしょ。無理でしょ、これ。これ超えれねえぞ、これ。これもう超えれねえぞ。改めて登場していただきましょう。はぐれメタル、メタルサイム、ゴールデンサイム。HP、348のチームが出来上がりました。だから、お渡し機なのはどこも変わってないよねっていう。一体全体なんでこんな HP になってしまったのっていうのを解説しますと、モンスターマスターっていうのはマスターダブルスキャンができるじゃないですか。で、デメリットスキャンみたいな感じですよね、言っちゃえば。適当にスキャンすると、何も知らずに適当にスキャンしちゃうと、属性耐性が下がったり、打撃耐性が下がったりしちゃうんですね。はい。なので、今回は HP が下がるスキャンを今回採用しています。例えば今回 DLC で登場したエビルプリースト。エビルプリーストは攻撃魔力を高めてくれる代わりに HP が100下がるんですね。
それをメタル系に施したっていうことで、ちょ待ってね。やめて、オープンの。いや、ホグルメタル受けたな、危ないな。これヒブレスだったら終わってたか。だからあとはメタルキング、ロトメタルキングは HP が180下がるんですね。その代わり回避率が上がるんで、まあメリットもデメリットもあるよっていう感じの。ちょっと待って、危ない、動くときそう、倒れかかる、大丈夫かな。大丈夫かな、押し潰されるんちゃうか。怖いな。まだまだ戦況が読めませんじゃないんだよ。もう読めてんだよ、戦況が。勝つぞ、俺らは。俺たちは正義。賢者の石で、なんと、HP がマックスまで回復します。いやいや、もう、348以上回復しねえんだよ。こんな正規のね、低 HP パーティーで、果たして、攻略できるのでありましょうか。私は無理だと考えております。いや、どうなの？ギリギリいけるか、これ。素早さに物を言わせてさ、なんとかならないかな。まあ、倒れかかるわ、受けよう。仕方がない。これ食らうは仕方ない。いいよ。いいよ、避けてるよ。仕上がってるよ。頑張る、君は難しい。大丈夫かな。もう、お渡し気ですよ。てか、対人でこれ使ったらどうなるかってギガスラッシュで終わりですからね、言っちゃえば。オッケー。お宝でなんか変なの引かなければ。マジかよ。勝てそうですね。実況大ピンチと言ってますが、勝てそうですね。素早さに物を言わせて勝ってしまい、もう。もうスピードに回転する、ゴールデンカッター、黄金の輝き、ゴールデンカッター、オッケー。でもめっちゃ困る。オッケー、いけ。炎の呪文、炸裂だ、オッケー。ちょっと待って。なんで勝てるの？無理、デミルアーマーがもうまず無理だわ。大丈夫か。無理。一つ策があるんですよ。聖なる祈りがあるじゃないですか。聖なる祈りっていうのは状態上にされない限り HP が回復し続けるというね、SP カードなんですけど、それを使いましょう。賢者の後ろでそっちの方が良さそうですね。なんだったら、勝つだけだったらとどめ打てばなんとかなるかもしんない。行こう、エロ。エロ行くぞ。さあ、ただね、一旦耐えないといけないんですけどね。そもそもそんなに耐えれんのか、おい。そもそも今からこの325という HP でさ、一旦耐えれんのか、お前。刈り込むねえしよう。やめてね。飛翔山とかやばくない？はぐれメタルで先制しやがった。避けろ！ああ！ちょっと待って、171。あ、ガトリンガタクリアちょっとやばいよ、これ。これ、デビルアーマーで死ぬんじゃないの。ちょっと、待って、頑張れ。お渡し気だ、お渡し気すぎる。すべてがお渡し気のモンバト。お渡し気モンバト。新しい遊びに今俺は発展している。音、相手の攻撃、避けろ、避けなきゃ死んじゃう。避けろ、おお、30で残った。30で残った。あー、ユニカゴで一匹出ちゃった。でもすごいぞ、すごい、勝った。勝ってる。山のように大きな魔人とかーン。魔王戦が今から始まるぞ。いや、本当に魔王戦になっちゃった。合体モンスターですら怪しいのに。合体モンスターですら怪しいのにさ、出てきちゃったよ。出てきちゃいけねえもん来たよ。おい、最近黒ブレ調子乗ってんな、お前。さあ、黒ブレで調子、最近ね、カード化して調子に乗っているハーゴンとの対決です。勝ち筋いずどこ？でも、イオナズンとかイテツカ波動で遊ぶ可能性、相かしぬきとかもあるから、ワンチャンあんじゃねえかなって思っちゃうのがね、なんか、
俺らしい。いいね、メラも通るね。オッケー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 。さあ、ハーゴンよ。バズズとベリアルがいたら終わってたな、俺らは。うん。さあ、俺たちの装甲を剥がしてみな。剥がせるもんならな。とりあえず、ハグルータのヒットアンダーウェイで逃げてくれればね、全体攻撃がなんとかなりそうだな。さあ、問題は SP をどうするかだが。え？おっと、相手の攻撃。え？耐えろ！頑張れ！トムの勝ちです。いやー、辛くもね、ハーゴン突破したなと。いや、どうやって突破したのか自分もちょっと思い出さないんですけど、ハーゴン突破しましたね。はい、編集の力で突破したとみなします、僕は。さあ、やってまいりました、破壊神シドウ。どうすんの。本当にこいつ力も高いし、技力も高いぞ。耐えれんのか、一発。いや、策がありますよ。言ってしまえば、シドの攻撃を軽減すればいいんで、王女の愛なんてどうでしょうか。あー、窮地になっちゃったな。王女の愛で、受けるダメージを 30% 減していこう。3ターン持続するからね。まあ、30% 減、20% 減、10% 減なんだけど。まあ、王者の愛があれば、なんとか耐えることできないかな。ただ、HP が低いからな。うわー、メラも効き目悪いな、もう。賢さ413だもんな。で、ガトリングアタックしちゃったの、お前。ヒットダンダーウェイ、いいよ、そこは。いけ！さあ、ハーゴンを突破したその実力、見せてみろと言わんばかりに指導がね、大きく構えております。金色の輝きが爆発する。ゴールドブラスター、いいね。ゴールドブラスター結構出んじゃん。いいね、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 いいね。ああ、まあ、王者の愛は入ってる。 30% 減、耐えれるよ。気合いで。ドーあーブワー。それでは、まだやってない挑戦あるじゃないですか。合体モンスターだった場合どうなるんでしょうかね、相手が。はい、試してませんね、まだ、このパターンを。さあ、相手はね、力がね、一番低い。もう、一番低いことで有名なね、グレートドラキーです。もしかしたら、これなら受かるかもしれません。いや、てか、逆にこれに負けたらグレートドラキー悲しいなぁ。いや、いくら力がビリだからといってさ、グレートドラキーが300削れなかったら私はもうわ、ね、失笑もんです。さあ、348VS2200。お渡し金モンバと VS グレートドラキーです。よろしくお願いします。太陽炉。で、先方は聖なる祈りを使います。一旦受かるかもしんないと、向こうは思っておりますんで、さすがに、シューティングスターで確定2発だと、なんだったら確位置まであり得るぞ。だって合体モンスターよ、一応。仮にも合体モンスターよ。これでグレートダルキー負けたらどうしようってなるよ。逆にもうね、この348より弱いってことになっちゃうからね。さあ、大事な一戦。どちらも負けられないですね。今んとこ、一勝もでき、なんか一勝したかしてないかわかんないレベルの戦いなんで。いや、でも、いい感じにダメージ与えてんな。ワンチャンあるな。なんかワンチャンありそうで怖いな。さあ、グレートドラキー、ここから反撃しましょう。天空から、星が降り注ぐ、シューティングスターよいしょ。うわー、やばい。あ、やばい。あ、やばい、これ。シューティングスター、さすがに無理か。避けろ、頑張れ。おほほほほほほほ。おおおおお、なんとここで避けました。ちょっと待ってよ、グレートドラキー嘘だろ、お前。シューティングスターのさ、威力もさ、グレートドラキー威力低かった。あれグレートフルブリザード、え、これ大丈夫？耐えろ、いけー！あー！
マジでこれは勝てねえ。うん、無理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 無